広島県代表栗澤隼人、背番号1番栗澤隼人です。ポジションはミドルブロッカーです。自分の得意なプレー、ここを見てくれというプレーがあれば教えてください。はい、自分はやっぱり身長が大きいので、まあ、ブロックだったりそういうところでチームに貢献できたらいいなと思っています。バレーボールで憧れている選手っていらっしゃいますか？僕は水町太一選手に憧れています。やっぱり鎮西高校で2年生でありながらも伝統のキャプテンナンバーの3番を背負う姿がとてもかっこいいと思いました。栗澤選手、お父さんもバレーボール選手です、はいはい、お父さんの影響って何か受けてますか？お父さんの影響って何か受けてますか？やっぱり父がバレーボールをしてたので僕もバレーボールを始めて、で父に教えてもらいながら今ここまで来ることができました。将来の夢、自分の目標というのはどういうふうに思ってますか？まあ、これから高校大学へ行ってバレーボールを続けて、将来は父のように日本に代表に選ばれるように頑張っていきたいと思います。でまずはここの大会ですけども、この大会では自分はどういったプレーをしたい、このチームでどういった結果を残したいか教えてください。はい、今まで練習してきたことをやるだけです。例えば具体的にはどういったところが出せたらいいかなと思いますか？もちろんチームの雰囲気を上げていくことだったり、まあ、自分のやらなきゃいけないプレーだったりをしっかりやることだと思います。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。